はい、桃の缶詰ですねあの常備しているものなんですけども体調が悪くなったり、まあ、風邪をひいたりですね食欲なかったりする時とかあとは甘いもの食べたかった食べたい時とかですね、えー、果物食べたい時にい、まあ、冷蔵庫の中になかったとかっていう時にあの重宝してるんですけど、まあ、今回はですねちょっと体調不良になりまして今日で3日目なんですけど。 えそれで、まあ、結局これは使いませんでした食べなかったですその代わりにですねもう食べ終わっちゃったんですけど頂き物の,のリンゴとキウイがありましたので、まあ、それでですね、あのー、ちょっと食欲ない中、えー、ちょっとそれをきっかけに、えー、食べてですねそれをきっかけにそのご飯っていうのも食べれてですねあのまあこの出番はなかったんですけど それと同時にですねちょっとタンパク質タンパク質がですねちょっとなかなか取れないというかまあ体が体が動くというかまああの元気な時と言いますかねまあ通常であればあの料理をして調理をしてですね鶏,鶏の胸肉だったりもあの美味しくいただいていそしてタンパク質も取れているんですけど、まあ本 本当に重だるくて熱はないんですけどなんかちょっと軽い吐き気とですね気持ち悪さっていうのがあって、まあ、あとはあのお腹がですねちょっと緩くて、まあ、昨日おとといとですね、まあ、今日はようやく落ち着いたんですけど、まあ、この3日そんな感じで本当にもだるくてですね調理もできずちまあ、ゆで卵はかろうじて 簡簡単単ににででできてててそして簡単に食べれるっていうところでですねタンパク質取れたんですけど、まあ、どうしてもサバ缶ですとかね納豆ですとか,なんかいつもならなんなく食べれるものがなんかこう食べる気にもならなくてですねいやーちょっと困りましたで、あのー、タンパク質だけはとろうとろうと思っていたんですけど、まあ、結局 目標の半分くらいまでしか多分ここ3日間取れてないんですよねでまあプロテインとかあの粉のプロテインですよねシェーカーに入れて溶かして飲んでる方はまあもしかしたら食欲不振の時とかでも全然あのそういうの摂取できるのかもしれませんけれども私ちょっと粉のプロテインとかですね全然あの使ってませんので。 えー、なんかあれがそれがあったらなあ,あったらよかったのになとか食べれてたのになとかタンパク質摂取できてたのになとかちょっと思ったりはしたんですけど、まあ、ただ最近ですねそのプロテインバーとかですねそのカロリーメイトチックななんかそのタンパク質を取れるなんかク,クッキーといいますかねなんかそういったものを物色していた矢先にですね ちょっと原因不不明のなんか体調不良ちょうどその夜にですねなんか夜中ですよねいきなりなんか腹痛がきましてでそこからお腹ももんかもゴロゴロになってしまいまして次の日海に行こうと思ってたんですけどもう会えなくもう沈してですねまあ今日3日目ということなんですけどまあなので。 えーまあ、この缶詰同様ですね、まあ、そのプロテインバーとかですね、まあ、私の場合ちょっと部屋とかにこう置いておくとですねやっぱ食べてしまいますので、えー、それこそ玄関というかその全くその食べる、えーまあ、キッチンとかですねそういった場所ではないところに置く必要があると思うんですけど、まあ、3日4日 分くらいのですね、まあ、風邪とかこじらせてしまうと1週間とかってなってしまうので、まあ、どうでしょうかね1週間分くらいの、まあ、そういった食欲なくてもですね、えー、タンパク質を摂取できるあのものっていうのはあの買っとくべきだなと思いましたいやこういう使い方があったのかって思いましたね。 でそういったプロテインバーどういった時に食べようかと思ってた時にやっぱりこう海から帰ってきた時、えー、海からの帰り道といいますか海から上がって、えー、そしてやっぱり小腹空いてる時にですねやっぱりお菓子なんか食べちゃうともう一撃で <laughs> もう体にですね、えー、ちょっと悪影響を及ぼしかねないので、まあ、そういった時にですね あのプロテインバーとかあの有効かなと思って物色していたんですけどなのでまあ日,日頃からそう食べるようではなくてですねそういったまあちょっと遊びに出かけてまあ外食まあした際にですねする際にまあそういった良質なタンパク質で取れればいいですけどねなんかスーパーとか行ってちゃんとタンパク質とかそういったカロリー計算できる。 あの自分の希望に合ったものがこう手に入ればいいんですけど、まあ、そういったこともなかなか面倒といえば面倒なので、えー、と思っていたんですけどこう体調不良になった時のタンパク質の摂取って考えたらうーんなんか。 買い置きしててもそれはそれれはでありだなと思いましたで、まあ風邪ですとかねそういった体調不良になった時にあの、まあ、栄養をつけようということで、まあ、その以前であればですねその栄養あるものをこうパクパクこう食べるっていうことが回復へのこう近道というか、えー、そういったなんか認識を持って多くの方持っていたと思うんですけど。 まあ最近だとでもそういった認識の方少なくなってきたのかどうかわからないんですけどやっぱり体調不良の時って何も食べずに何も食べずにっていうとちょっと語弊ありますけどねなんかポカリスエット的なもの、まあ、水分補給は必須だと思うんですけどまあ極力食べないでこうじっとしてるっていうのがまああのまあ人間に限らずその動物とかもですね なんかこう食べずに例えば何かこう穴蔵でずっとこう身を潜めるみたいな,なんかそういったあの治癒の仕方っていうのは自然界では普通にあるあのされていることっていうことなのでまあ人間もそれに漏れず,漏れずですねあのそんなにバクバク食べるんではなくてまあ自分の,その治癒力で治していくっていう。 外部から接取するんではなくてですね、えー、まあなので、まあ、私タンパク質取りたいとか今言ったんですけどなまあ早く治すっていう意味ではあまり、まあ、そういったのも必要ないのかなと思うんですけどなんでこういった考えに至ってるかというとちょっとまあそのボディービルダーの方ですとかねなんかそういったあのー 本格的にトレーニングされている方の思考とはちょっとまあ違うんですけど恐れ多いんですけどまあどこかでタンパク質取らないとそのせっかくついた筋肉がですねちょっとなくなってしまうんじゃないかっていう少しこう危機感というか恐れっていうのが少なからずありましてそこから来てるものなんですよね。なのでうん別に わざわざ病気病気というかその体調悪い時までにもですね悪い時に、えー、そんなに、まあ、栄養栄養タンパク質タンパク質で取らなくてもいいのかもしれませんけれどもまあでもあのー、利用方法の一つとしてそれもありなのかなとちょっとあの体調崩して思いましたはい。 甘いものとかさっぱりしたもの食べたい時っていうのは缶詰でもう一発で解決、まあ、長年してましたので、まあ、それはいいんですけどこれだとタンパク質取れませんのでねタンパク質なんてほ,ほとんどないですよね0.4あでも脂質もないお脂質もないんですねまあその代わりまた炭水化物ですよねまあ砂糖とかありますからね えー、ということではい、えー、いろいろちょっと思うことありましたので長々と、はい、記録しました。ということで以上。